対岸に広がる瀬戸内海は白波が立っておりますが、堤防を挟んだ競争水面内はまだ目立った大きな波はありません。しかし12レースに向かって徐々に潮位が高くなるにつれて厳しいコンディションも予想されます。シリーズ4日目の小島周年記念後半戦です。第7レースの予選競争、1号艇には魚谷智之、2号艇には福島祐希、3号艇には田村貴信、4号艇には山本博久、5号艇には池田浩二、6号艇日高逸子、以上6選手の対戦です。6名スローペースでの作戦対行動です。ここ1着を取って相手待ちの状況となりますが、ここは高枠番だけにしっかりと結果を出したい一戦です。1番人気1号艇の魚谷智之です。そして2コース、今日4日目連勝のチャンスとなったのが2号艇の福島祐希、センター3コースは逆転対抗格の3号艇の田村貴信、4コース下げていって4号艇地元山本博久、11レースとの2回走り2走13点が1つの目安となっておりますが、今日の1走目は4角線です。5コース3番人気5号艇池田浩二、6コース6号艇の日高逸子となりました。3対3の枠練り進入、後半戦小島周年第7レース予選競争、進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。1秒前スタートしました。スローを取って好スタートは1号艇2号艇3号艇3号艇でいく、3号艇田村インから向かい打つ、1号艇抵抗する、大谷先輩3号艇それを枠る、田村2点セッター内をズバズバズバッとくる、4号艇の山本、5号艇池田、6号艇の日高逸子、バックはうまく展開捉えたのは4号艇地元の山本で、2番手わずかに優勢、6号艇日高アウトコースやってくる、5号艇の池田後方3点、1号艇3号艇2号艇一緒にコーナーを旋回、スタートは正常トップでクリア、4号艇の山本、2番手先頭となりは6号艇の日高、アウトを握ったのは5号艇の池田、切り込んでくる3号艇の田村、1号艇の大谷ホーム側、先頭4号艇の山本博さん、リードは3点心、2番手からやってくる6号艇の日高、3番手アウトコース通っては5号艇の池田、さあ気がつけば4番手急接近は3号艇の田村、レースは2周回1コール、先頭は4号艇の山本、2番手で回る6号艇の日高、3番手アウトを回す5号艇の池田、内を通ってやってくる3号艇の田村でバックアです。単独の3番手かました5号艇の池田浩二、上位台形は4番6番5番465の台形、その後方3号艇の田村、1号艇の大谷、最後方は2号艇の福島、レースは2周に枠の旋回です。先頭は4号艇地元山本博さん、2番手はこのレース少々人気を下げております、6号艇の日高、3番手でホーム側5号艇の池田、上位の台形は4番6番5番465の台形、レースは3周目と移っていきます。まずはこのレース3コースか3号艇の田村がまくる展開となりましたが、1号艇大谷が抵抗、この2艇の競りを見事4角が展開を捉えたのは4号艇の地元山本博さんでありました。2番手が6号艇の日高、3番手5号艇の池田、上位台形465の台形ですが、2連単46でも00高配当で 229.5 倍の前集計、3連単465813.2倍と高配当、ラストコーナーから最後のホーム直線コース、先頭4号艇の山本、2番手が6号艇の日高、3番手5号艇の池田、上位台は4番6番5番465大波乱となりました。第7レースまもなくゴール、先頭4番山本ゴール、2着6番の日高、3着5番の池田ゴール、3番田村、1番大谷ゴール、ラストは2番の福島ゴール、以上第7レースでした。第7レースの確定です。1着4番、2着6番、3着5番、以上でございました。